文句だおらのコーナー。どうもじゃ、ションベン、ベン吉です。それをそして、おならブビブビ、ブビキッちゃんです。はい、どうもそれをそして、ありがとうございます。ございますけどもね。はい、もう眠てぇな。眠て。もう明日も早いですから、早く寝ないといけないんですけども。ねえ、文句だおらのコーナー今日寒かったな。寒かった、一日中。うん、寒いしさ。ほいで、あ、言ったっけ、この間、うんこ漏らした。この間、うんこ漏らして、そっからさ、怖いですよ。なんか、ちょこちょこ、うんこしたくなるのが。またあのぐらい漏らさないかなっていうのが怖いですわ。ねえ、前見てない人もいるかもしれない。うんこ漏らしたんですよね、この間。うんこ漏らしてね。その、タクシーの中でうんこしたくなっちゃって、うんこ漏らしそうになって、タクシーの中で。タクシーの中でうんこ漏らしそうになったわけですよ。で、これで、もう、ガラガラ。もう、うんこしてえな、つって。うんこして、なんかのライブの帰りに、渋谷の仕事があって、終電もなくなっちゃったから、で、松倉がいたから、松倉同じ方向だからさ。で、タクシーで帰ろうって言って、渋谷から。で、帰ったわけですよ。で、そしたら、ねえ、なんかその居酒屋行ってたんですよね。その仕事終わってから。みんなで。で、その居酒屋がなんかね、誰か吐いたかなんか知らないけど、便所がね、ちょっとゲロっぽかったの。ちょっとゲロっぽかった。キモくせえなってなって。じゃあちょっとここでうんこ、ちょっと、そんなにしたくなかった、うんこ。ちょっと、してもいいかなっていう感じだった。それがもう間違い。きっちりしていかないと漏らしちゃうんだ。で、そこでちょっとなんかするのなんか嫌だったんだよね。ほいで、まあいいか、大丈夫だろうと思って渋谷だから。で、タクシーで帰ったわけですよ。そして、ね、松倉とね。で、そしたらもうなんか混んでてね、渋滞になってて。渋滞になってて、もう、なかなか進まない。でね、もう松倉がね、途中で帰るんですけど、その途中ぐらいで、松倉降ろす途中ぐらいでさ、もう結構来てたの。だから松倉と話してたんですけど、もうなんかうんこしたくなっちゃって、もうそれどころじゃない。で、もう、松倉を下ろしてですね。家の近くになったから。で、そっからがもう苦しくて。ねえ、地獄でしたわ。めっちゃしたくなったからね。もう、今年一番辛かったね。うんこしての。辛かったー。めっちゃ辛かった。あんだけしたくなったことないよ。で、あんだけ耐えたこと。で、タクシーの中でしなくてよかったなって感じですわ。タクシーの中でしちゃったらもうたまんねえじゃん。くせえし、もうドボドボになっちゃうし。ねえ、染みるしね。うんこ伝ってくるから、水っぽいからさ。しなくてよかったなって感じですよ。もうおむつだね。おむつ。おむつがいるわ。ゆるくなっちゃってどうしようもねえから。そう。それがあってからなんか怖いですわ。遠出するのが。なんか便所があるね。例えばバスとか。便所がある新幹線とかやったらいいんですけど。ないタクシーは怖い。忘年会のシーズンじゃないですか、今。だから、ね、いろいろ、
営業呼ばれるんですよね。営業呼ばれて、まあ20分なりなんなりするんですけど、ねえ、その途中でうんこしたくなっちゃったらどうしようかなと思っちゃうわけですよ。ねえ。で、アクションが激しい、ネタのアクションが激しいじゃないですか。だからそのと、ねえ、そういう動きで、うんこ漏らしちゃったらどうしようかなとかって思うわけですよ。ねえ、この、あ、ボクチマチェンつって、それでなんか腹を押さえてうんこしたくなっちゃう、ブリって言っちゃったらどうしようかなと思っちゃうわけですよ。うん。困りますわ。うん。ねえ。ねえ、うんこが、もうこの年でさ、別に、ねえ、うんこ漏らす、うんこ漏らしたけどね。そうそうだ、さっき、漏らしたわけです。だって、タクシーの中で漏らしたわけじゃなくて、タクシー降りてから、ねえ、もう我慢できなくなって、コンビニとか行こうと思って、その途中で漏らしちゃったわけですよ。半分ぐらい。たまらんかった。何回もノグソしようかなと思ったよ。うん。ねえ、この衣装のか感じで、ノグソしてたらもう、ほんと、ニュースになるわ。ハリウッドザコシショウ、ノグソしてるとかつって。なあ。ノグソしなくてよかったわ。で、いろいろね、今営業呼んでもいただいてるんですけども、嬉しい反面、ね、盛り上がるとこは盛り上がる営業、盛り上がらない営業ってあるじゃないですか。で、盛り上がらない営業ほど嫌なもんはないですよ。ね。まあ、盛り上がらなかったっていう、ね、僕の責任でもあるんですけども、盛り上がらない営業は辛いよ。ね、盛り上がらない営業に、ね、なる確率っていうのはあれですよね。例えばなんかの忘年会で、シークレットゲストでハリウッドザコシショウですとかつって言うと、なんだろう。あんまり、あーとかない時があるんですよ。シークレットゲストつって。ね。まあな、俺なら、ね、まあちょ、マニアックじゃない？だから知らない人がたまにいるわけですよ。ね、年配の方が見て、誰だね、あれは。で、わけわかんねえことしてさ。うん。ね、たまんねえよね。年配の方が俺見たって。うん。わからないのはわからないですよね。そう、でも、ついてきてくれりゃ嬉しいですけど、ね、全然の時あるから。もうこれ、ゼロやなーっていう時。うん。でも、比較的ああいう忘年会でサラリーマンの人が多いから、やばいサラリーマンは 200% 受けるね。うん。やばいサラリーマンは、やばいサラリーマンって言うんだったら、あれは絶対受けるね。忘年会シーズン。うん。あるあるなんでしょうね。ああいうやついるんですよ。うん。そうそう。ですね。ぜひ、どしどし、まだまだ、ありますんで、呼んでください。ね。盛り上げに行きますんで、会社の方に連絡してください。ね。オファー待ってます。で、ハリウッド予選、今年のハリウッド予選が昨日、一昨日か終わって、ね、来年にまたなるんですけど、ちょっと、ハリウッド予選の、本編はいつも7月までないのかな。だから、SMA、正規軍と、4月20日だっけな。に、交流戦を野方区民ホールでやるんですよ。だからそちらの方を、ちょっと、来ていただきたいっていうのがありますね。はい。野方区民ホール。使ったことないからね。どうなることやらですけども。ねえ、ねえ、怖いわ。野方区民ホール。うまくいけばいいですけど。うん。よいしょ。ああ。わ。たまにさ、なんか、鍾乳洞みたいな感じの鼻くそ出ない？みんな。
スポーンって出ない？出るよね。スポーンって出るときある。鍾乳洞。うん。遺跡だよ、遺跡。まんま出るとき。ありますよね。ありますよねって。はい。で、もうあれだよ、もう結構あれだな。いろいろ、この YouTube のさ、企画もさ、年末のさ、ザマメの大賞とか、やってるじゃんね。それもやんないといけねえんだよな。もう、あ、そうだ、もうやんないといけないじゃんね。募集しないと。あと、面白くないビデオコーナーとかも、これ今年やるかどうかちょっとわかんないけど、やんないといけないからね。時間がねえな。やべえですね。うん。はい。まあ、そんな感じでね。もう今年ももうわずかなんでね。ちょっと、気合い入れてまたやりましょうよ。ね。来年もありますんでね。はい。というわけで、あと、ゲロ！あと、もうこのシーズンはゲロがいっぱいあるじゃん。やめてほしいね。パッて入ったらくせえなと思ったらもうゲロまみれっていうね。電車の中。あれやめてほしいな、ゲロまみれ。バカ損した気分になるじゃんね。パッてもう、踏んでたとかって言ったらね、たまんねえじゃんな、あんな。やめてほしいわ。そう、そんな感じで、ね、ですよ。はい。まあ、そうだ。またなんか松井和夫がなんか、あれやってたな。記者会見。お母ちゃん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 。ひでえな、あれ。お母ちゃん。まあ、そんな感じでね。ね。そう、来年には、収録ライブ、DVD、モノマネ100連発シーズン2もありますんでね。そう。あれがあるんな。それ、年始はそれだな。あとまた、来年になったら単独また、8月になってやらないといけないから。そんな感じでまた、頑張りますわ。はい。文句直らんのコーナーでございました。ありがとうございました。あはははは